一家4人を殺害したとして死刑判決が確定している袴田巌さんをめぐっては、静岡地裁で裁判をやり直すことが決まっています。先月10日に開かれた裁判所と検察、弁護団の三者協議で、裁判所は弁護団に対し、袴田さんが犯人かどうかを示すものに絞って証拠を提出するよう求めていました。これに対し弁護団は昨日の会議で、すべての証拠の採用を求める方針を確認し、今日意見書を提出しました。意見書では、すべての証拠を調べる場合でも効率的な審理は可能とした上で、確定した記録から一部の証拠を除くことには反対としています。理由については、違法・不当な捜査を裏付けるため、袴田さんの犯人性の立証には価値の低い証拠や捏造が疑われる証拠についても取り調べを求めることがあるなどとしています。また、裁判所には早期に記録を読み込み、審理内容を把握することを求めました。次回の三者協議は29日に開かれます。